皆さんこんにちは、こんばんは。マイメロ GB417 ことはーちゃんです。今回はこちらのファイルを紹介していきたいと思います。紹介してくださいというふうに言われたので紹介していくんですけれども、もう購入する方は決まっているので購入はできないんですけれども、と今回は紹介お願いしますというふうに言われたので紹介します。こちらのフレッシュパンチの蛇腹になります。以前にフレッシュパンチの普通のファイルタイプのものは動画でアップしたと思うんですけれども、蛇腹のものは多分アップしてなかったと思うので今回アップします。で、こちらはこんな感じのやつで、こんな蛇腹になってます。で、以前にサンリオのファイルを紹介したのであまり詳しくは紹介しないんですけれども、さささっと紹介していきたいと思います。はい、まずはこちらです。一番手前にはこんな感じのねラッピング袋を入れてます。ラブちゃんがすごい勢いで泣いてるんですけども、すいません。はい、こちらはキキララちゃんとマイメロちゃんです。これをね、あららら、これを手前に入れてます。で、次はこちらです。これはマイメロちゃんのメモ帳を入れてます。はい、こんな感じです。これ糊がね、上にくっついてて紹介しにくくてすいません。で、こちらがキキララちゃんのファイルです。ファイルですじゃない、メモです。こんな感じです。あ、あとこれもありました。このよいしょ、この上の粘着の部分がね、はい、これも入れてます。で、こちらにはお家の形のメモを入れてます。マイメロちゃん3枚、キキララちゃん3枚入れてます。で、こちらはこんな感じのミラーメモのやつのマイメロちゃん、キキララちゃんを入れてます。で、こちらにはマイメロちゃんのレターセットを2種類入れてます。で、ここはキャンディーのメモのキキララちゃんとマイメロちゃんを入れてます。で、こちらには細長いタイプの切り取れるメモのマイメロちゃん、キキララちゃんを入れてます。で、こちらにはこんな感じで四角いメモだったりとか、あとは普通にこういったメモを入れてます。で、一番奥のところにはこんな感じのメモを入れてます。折って封筒にできるやつです。はい、というわけで今回はこんな感じでファイルの紹介でした。以前に紹介したファイルに入れてる紙物を詰めた感じなので、すごい長く紹介はしなかったんですけれども、さささっと紹介させていただきました。はい、こんな感じでファイルの紹介は以上になります。ご視聴していただきありがとうございました。バイバーイ。